とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーで出た装備使っていこうと思います。これですね。ウィザーのアーマーです。黄金がソウルフォーカスで、めちゃくちゃイマイチなんだけども、下は揃ってます。無防、そしてポーションバリア、クールダウンですね。無防付きの防具が、他にも持ってるんですけども、軽減がついてません。初めての軽減の無防ですね。どれぐらいの強さになるんでしょうか。では、行ってみましょう。それでは行きまーす。クリーパーの森ですね。HP が1に固定で、クリーパーに置き換わる。で、吸血を持ってます。だね。6% 吸収にプラスで吸血だから、まあまあまあ余裕でしょう。うん。多分余裕でいけると思う。はい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 。あ、やっぱね、火力は上がる。うん。火力はやっぱいい感じに上がってますね。よっしゃ。でもできれば、あっちだな。攻撃力が 30% 上がる武器、防具で使いたかったな。あっちだったらばもっと火力はね、上がるはずなのよ。ゴリゴリ上がるはずなんだけど。まあまあ仕方ないか。試しだからね、今回は。うん。以前あの251のフルメタルの無防をね、もらったんだけど、あれはやっぱね、使いやすかった。フルメタルの無防はね、あれは良かった。なんで、今のところ、無防で一番良さそうなのはフルメタルなんだよね。あ、危ねえ。で、このウィザーは、まあ、フルメタルよりも、いや、どうだろう。あれは 30% のダメージ回避がついてるので、あっちの方がやっぱりいいのかな。こっちは 6% 吸収だからね。どっちの方が無防と相性がいいんでしょうか。あれ、キャプテンいないか。ここ大体一体ぐらいはいそうなんだけどな。あ、いないかな。いないな。あ、キャプテンいないですね。じゃあ戻っていきまーす。いるでしょう、ここは。あぶね、クリーパーの、それはきつい。よし、とりあえず1体目神秘ですね。何、モブ HP120% これがついたらクリーパーがちょっと処理しにくくなるんで、ピンチになりやすいかも。あとキャプテンどこにいる。この左右だね。おい、固まるな。危ねえ。防護付きのクリーパーが大量。やばい。OK。おっしゃ。なんとか抜けれた。で、ちょっと待て。よし。くそ。危ねえ。死ぬ死ぬ死ぬ。で、あ、また神秘よかった。冷気はきついね。よし。はい、終わり。おお、神秘。あぶねえ。え、なになになに、急に。おお、エンチャントのクリーパーになったかと思いきや、変な動きしたね。怖い怖い。うん、ここは、そうね。この3体だけでした。神秘は全部つきました。モブ HP が 120% アップして、速度が 70% 増加。で、モブが、防護持ってんの？きついでしょう。中間地点到着。きついよ。結構きついぞ。で、矢がね、ちょっと不足気味なんだよね。やばい。やばい。ここは、抜け、ああ、危ねえ。
危な。ちょっとね、ポーションバリア効いてるうちに本当どんどん進んでいかないと、もう立ち止まっちゃダメだ。もう立ち止まるとポーションバリアが切れてどうしようもなくなるのよね。 OK で、キャプテンはいないんだよな。最後の最後にいるか。あ、もう防護をほとんどの敵がつけてるってやつが相当きつい。じゃあ、いや、この防護厳しいよ。いや、でもそれをね、突破できるのがこの無防でしょうよ。じゃあ、うん、防護で防御力がめちゃくちゃ増えてるところを突破していく。このね、パワーポーションを取ったときは全然余裕なの。全然余裕。でもあれが切れたときがね、ちょっと厳しいかな。はいはい。じゃあ、OK。もう矢の心配はないっすね。ならば、弓を変えていきましょう。最後の最後、結構敵が多いので、これでいくか。確実に弱体化を敵にばらまきながらいけるやつ。まあ、虚無の方でもいいんだけどね。あ、今虚無がね、ついてるやつももらったのよ、この前。もらってばっかりだな。もらってばっかりなんだけども、もらったので、それを今ね、鍛冶屋に出してんのよね。なんで、あれが完成したらそっちを使います。自分でもなんとかね、出したいところなんですけども、やっぱり理想的なやつってね、難しいのよ。出ない。そこそこのやつはね、いくつかあるんだけど、最高のやつっていうのを、やっぱ装備していきたいよね。いないか？最後の最後。あ、いや、いるな。なんか、いそうな気配だな。エボーカーか。あ、エボーカーだ。はい。終わり。よし。いないよね、キャプテンは。下にいるか？一応ちょっと下を見に行って。あ、いや、いないな、こりゃ。うん。これはいませんね。では、クリアしちゃいましょう。最後の最後死なないようにね。怖い。固まった。あ。いや、あ、キャプテンいるじゃん。どこキャプテンいんの。あ、こっち？最後の最後いた。うー、勝て。よっしゃ。硬いよ。もう一体ぐらい、あ、もういないな。はいはい。もう最後の最後にいるっていう、なかなか珍しいタイプでしたね。よっしゃ。行くぞ。おぉ！よっしゃ、きつかったー。で、最後召喚されるか。ここまで倒しましょう。まあ問題ないと思うんで。いっとこ。はい。ということで、今日はね、これ。ウィザーアーマーの無防ポーションバリアクールダウンの無防編成を使ってみました。耐久力はすごい。けども、攻撃力がやっぱりね、残念なのよ。せっかく無防を使うのであれば、30% さらに攻撃力が上がってる防具で使いたいところですね。ちょっと残念です。やっぱり、ウィザーアーマーいいよ。耐久力がすごくあっていいんだけども、フルメタルで使いたいです。はい。まあこれはソウルフォーカスがね、黄金についてで、ね、ちょっと残念なやつなので、まあ保留ということで取っておきます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。